この菅政権の支持率なんですけど、はいうん、NHK の最新の世論調査によると、うん、え支持33%だったということですね菅内閣を支持すると答えた人は先月より4ポイント下がって33%と去年9月の発足以降最も低くなりました、うん、一方、支持しないと答えた人は1ポイント上がって46%で、えーまあ、こちらも発足以降で最も高くなっちゃったと。うんはい ということですねで緊急事態宣言、うん、もう東京4回目なんですけど、はいえー、出したこと、うん、感染防止の効果がどの程度あると思いますかと聞いたところ、うん、大いにある6%ある程度ある、えー、33%ですから、まあえー、このあるにくくる部分でも40%ぐらいいるんです、ねうんで、あまりないが41%、はいえー、全くないが15%。うんうん ですねで東,東京オリンピックでは東京など首都圏の1都3県の会場を無観客にすることとなりました、うん、この決定をどう思うか聞いたところ、うん、適切だ39%観客を制限して入れるべきが22%、うん、観客を制限せずに入れるべきだ4%、うん、大会中止すべきだ30%、うん、ですから、まあ、今その現実政治で行われていることっていうのは、うん、ある程度、そのまあ なんていうかな世論の裏付けがあるというか、はい、だからやってるっていう面が大きいですよね、うんはい、ただこれ、多分調査に参加してるのって、うん、結構高齢者なんじゃないかなとまあそうそうそうう考えられるのが、うん、新型コロナのワクチン接種しましたかということも聞いてるんですけど接種したいが32%したくないが5%迷っている13%もう接種したが46%なんですよ。高高齢齢者者だねそう高齢者ね <laughs> もう接種今で若い人ってもうできてないでしょ。そうですね。だから職域接種でやったって言ってももうねなかなか難しいですし。そうそうそう。僕らちょっとラッキーだったから早めに動いたところに乗っかったからあのあれだったんですけど。はいはい。ただこの高齢者を 高齢者多めの調査って考えるとな分かりやすいというか高齢者ほどコロナにビビっててそののこコロナ対応においてそのオリンピックで無観客にすることは肯定的適切だが39%いてのならもう大会中止すべきだが30%いるわけですから高齢者はそういう意向だとで政治の方からすると高齢者は向いた政治もやってるわけですよね。そう 高齢者って数多いし、いし選挙行くから、あと金も持ってる、うん、だから結局、政治の方も、うん、え高齢者の、えー、なんていうかな方向性というか、そうですね、を察して空気を読んで、今みたいな過剰な対応をしてしまっているということなんですけど、でもこれ、ワクチン打ちまくっても、うん、この状況、続くんじゃないですかね、うん、この高齢者目線で考えると。ワクチン打ったところで、うん それはだって感染を完全に防げるわけでもないし重症化しないとも限らないしだから危険性ってあるわけじゃないですかそう考えるとずっとこの状況が続いてしまうんじゃないかなっていうのは一国民としては怖いところではあるんですけどこれやっぱりメディアの影響が非常に大きいと思うんですよねメディア暇な人がテレビとかばっかり見てコロナ怖いな今日1000人とかそういうのを見たら。 感染者数を、うん、今日も東京1000人かなんか超えてたけど、うん、そういうのを言うことに何の意味があるのという感染者数というか単に PCR の陽性者数だけで、うん、あれ、募集団がどれだけ伸びたかも1回も発表してないし重症度自体もまあちょっと伸びてるんだけど、うんあのー、大したことないんですよ、うん、本当に。だから、あのー、各国重症者のの定義っていうのは バラバラなんだけどそのエクを使ってるだとか ICU 入ってるとか重症の定義も違うんだけど死者数見たら本当に日本少ないわけだから少なだって日あのオールスターゲームをアメリカでやってましたけど全然誰もマスクしてないでしょあれはワクチン打った人だと思うんですけど誰もワクチンじゃなくてマスクせずに大騒ぎで大谷みたいな。 人ばっかりビールすげえロング缶ンドーッて飲んですまじいですからねすごいよあれはそうんか祭りの雰囲気をそう祭りあのちょっと楽しそうだったねもうにあんな祭りの雰囲気出てるアメリカなんて人口規模違いますけど日本よりまだ感染者も多いし死者も多いんですよ圧倒的ですよ日本ななんててままだワクチンそこで打っいのに もう今のなんか超自粛モードっていうのは。と世界から見たら。日本って感染拡大して、東南アジアみたいな感じになってるように。勝手に思われてるんですよ。うん、あの、今ビビる必要がない数字なのに。ビビってビビってもう。あのー、本当にね、なんか。イギリスとか、あれ、ね、六万人。 サッカーの試合やって2000人クラスターとかやってるわけですでも全然平気じゃないテニスもウィンブルドンね全然やってるわけだしななんのののこ日本でも日本はこれだけ過剰にビビってるからこそここまで感染者が少ないし死者も少ないんじゃないかなっていう見方もできると思いますからだからどっちがいいのかっていうと。 まあ微妙なところはあると思ううんですよねもうどっちがいいかって言ったらやっぱアメリカとイギリスのやり方が僕正しいと思ってて、うん、っていうのは病気になりたい人は病気になればいいし、うん、あの怖いと思った人は家から出なきゃいいわけで、うん、飲みたいなと思ったら出ればいいしでただ病院を開けろと、うん、僕は日本で言えばもうその病院さえ開けたら絶対にイギリスとかアメリカよりは終わる話だと思うわけ、うん、だから病院だけは開けてくれというふうに思うんだけどね。 だから、ね、日本はワクチン打ってもまだまだこういう状況、うん、特にそのマスク圧力は相当あるだろうな,あるだろうなと、うん、だって夏の外でもなかなか取、ね、るのがはばかられるというかううみんなのこう雰囲気、空気を読むと、うん、夏のくっそ暑い時でも、うん、まあ梅雨のだから湿度が高い、うん、呼吸するとなんか気持ち悪いこう空気が入ってくるような今の時期でもマスクつけっぱなしっていうのがこうデフォルトになっちゃってるので。ゼロリスク 恐怖症っていうかねゼロリスク心理教っても今書いた人いたけど、うん、まあまさにそんな感じになってるし、うん、でここからもずっとマスクしなきゃいけない感じになりそうだし、うん、日本ってもうそれも僕はすごい嫌だなと思うしうで,、ね、でう何の度胸もないし政治家も度胸がないし、うん、もうちょっとあのアメリカは結局経済が回ってんすよ、うん、だからアメリカの上がっるん,んですよ。そうなんでイギリスも 経済回り出してんですよ国を開いて人を動かしてるからで日本ってこの間過去最高の税収取っちゃったです消費税上げてるしで GDP は下がってるんですよで株価もいまいちだいやもう本当に本当に僕はもう株屋って思うんですけどこの日本のなんていうかな起伏のない感じというかむしろちょっと下がってるぐらいの感じ 日経平均のインデックスファンドを買ってたんですよ、日経平均に連動する指数で、なんか買ったり売ったり、買ったりするもんなので、ずっとこんな感じですもんね、死んでる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 、死んで、死んで、死んで、 日本株ってだから下がって上がったんだけどそこ、うん、からまた揉みまくりなんですよね、うん、ずっともうそでうす代表、ま島課長さん、えーっと、私もついに週末にファイザーワクチン1回目接種を受けることになりました、<お> 5G 接続や自社化なんでしょうね、いろいろと楽しいことが待っているようですが、最近ではゾンビ化したり、巨乳化するという話もあ、そんなのもあるんですか。 自分の最終形態を楽しみしながら、今夜は残業中です。なるほど。どこまで本当かわかんないですけど、そのワクチン打ったら巨乳化するみたいな。あ、そうなの。怪しげな情報とか。推進させようとしてるじゃないですか。はい。でも、まあ、さっきのその。あの、まあ、世論調査にもありましたけど、打たないっていうのは、もう五しかいなかったんですよ。結局、まあ、あれ、多分お年寄りが多いんでしょうけど、まあ、世の中というか、その。 ネットで言われてるような強硬な反対論者って何回も書き込んでるから目立つだけであって、うんはい、ノノイイジーマイノリティだったとそうだ日本社会って、はいうん、結構なんか右慣れでみんなやるからおそらくそんなに打たない人っていないいなななんじゃないかなと奥山さんもそういうふうにですう、うん、日本人はモラルとかね、はい、そういう知力が高いからやっぱみんな打つじゃないかと。 でそれを考えたら日本って世界一の接種率になるんじゃないかなと思うんですよ。可能性はあります。そう。可能性あります。だからもうそれこそ80パーとか80パー以上とかいうくらいのものをだからアメリカ苦労してるじゃないですか。やっぱ強硬な三割は打たない。そう打たないっていうのを打たないって決めて。日本人は割とみんな打ってもう集団免疫に至るようなものを獲得できるんじゃないかなと。そうですね。だから日本人は受け入れる。 昔、パスポートで、うん、あの日本のパスポートって世界各国一番い行けるパスポートだったようにあ<ー>日本の,あの、えっと、ワクチン接種の証明書がワクチンパスポート、ねうん、があると世界で一番い行ける国になるかもしれない、うん、どの国も受け入れると、ね、日本人はなる可能性はあるなという,ふうには、うん、それやってほしいですね。はい ただまあ行くのはちょっと怖いですけどね。はい、それそれで、そうですね。うん、向こうがガタガタですから、ね。そうですね。はい、それでまた変異とか起こる可能性もあるんで。はいはい